ザビエルの頭黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。もうわびし配りたいくらいお詫びしたい。配らないけど大変申し訳ございませんでした。前回ガリア人によってあのローマが陥落したということをやったわけですけど、後半の方でですね、あのガリア人と言ってたつもりがもうガリア人と言うべきところをゲルマン人と言ってしまっていてですね、もうごめんなさい、もう世界史弱者感丸出しでしたね。まさにですね、今回そのガリア人とかケルト人とかブリトン人とかゲルマン人とかノルマン人とかね、なんかこの辺もややこしいじゃないですか。ヨーロッパのなんか人たちというかね、諸民族というか諸部族みたいな、その辺をですね整理しようと思っていた矢先に自ら言い間違えるというね、失態を犯してしまいました。ガリア人とゲルマン人ってね、なんかもう語感が似てるじゃないですか。まあ、ガリアとゲルマンってね、なんかね、ゲルマン人とノルマン人とかもね。まあなんかちょっとね、そうだね、間違いがちだよね。わかんないよね。はい、本当にすいませんでした。詳しい人にとってはね、もう皆まで言うのかもしれないけど、まあ一応用語を整理してみましょうという感じですね。あのガリア人とかケルト人とか、まあ、時代によってですね意味内容が違うというか、まあ、具体的に何をこう指して言っているのか、そう呼んでいるのかというのが違ったりするからややこしいんですけど、まあ、まずはガリア人ね、まあ、ローマ人はねそのガリア人のことをガリーと呼んでいたんですよ。いたそうです。はい、おそらく最初は前回やったあの前387年にね、そのローマを蹂躙したあいつらっていうね、ブレンヌスとかっていうやつらが襲ってきたわけじゃないですか。あいつらのことを指して具体的な意味でガリーっていう風に呼んでたんだと思うんですよね。だからまあそのガリア人イコールローマを襲ってきたやつみたいな、まあニュアンスがもともとあった。で、後からそのガリア人と似たような人たちが住んでる地域のことをまあガリアと呼んで、こうローマが拡大するにつれ、あれアルプス山脈の向こう側にも似たようなやつらおるやんってなって、なんかローマを襲ってきたやつに似てるやつらおる地域をガリアと呼び始めるみたいな、やがてその地域までローマが拡大してこう属州にすると、より具体的な行政区分としてのここからここまでがガリアっていうね、まあフランスのあたりですよね、大体ね、今ね、まあベルギーとかね、まあその辺も含むけど、大体フランスのあたりをガリアと呼ぶことにした、呼ぶようにしたみたいな、行政区分としてみたいな感じですかね。エゾがいた地域をエゾ地というように呼んでいくみたいなね。でも人間の集団としてのこうエミシ、エゾと行政区分としてのエゾ地みたいなのに近いのかなという感じですよね。はい、続いてケルト人ですね。当時の人はですね、ケルタエ人と呼んでたそうです。ケルタエというふうに呼んでたそうですね。これも便宜上、まあ、ケルト人で行こうとは思うんですが、まあ、古代ではそのガリア人とケルト人はまあほぼほぼ同じような意味で使われていました。同義で使われていました。なんかね、ケルト人のそのケルトっていうのはもともとラテン語で未知の人みたいなニュアンスなんだそうです。なんだか知らんやつおるよなみたいな感じですかね。でケルト人、ケルタエ人はですね、その前1世紀頃になると自ら自分自身、自分たちのことをケルト、ケルタエと自称するようになっていくらしいんですね。前1世紀頃ですから、まあまあカエサルとかあの辺の時代ですよね。だからまあどちらかというとローマ人が彼らのことを呼ぶときはガリア人、ガリーと呼んでいて、その彼ら、ガリア人、ケルト人自身が自分たちのことをどう呼んでいたかというとケルト、ケルタエだったという感じに近い。ケルトは自称でガリアは他称というニュアンスに近いのかなというところですかね。まあ、この辺もですね、あの古代の時点でいろいろな解釈があったっぽくて、なんかガリア戦記のね、冒頭の部分にですね、いろんななんか解釈みたいなのが書いてあるんですけど、そのもう完全にガリアとケルトはイコールですよっていう説だったりね、こう自称とか多少も分けないし、もう完全にこうベン図的にはもうあのこの丸の円がですね、全く同じみたいなね、いう感じ、とですね、まあケルト人の中の特定の地域に住んでいる人がガリア人説みたいなね、なんかまあこの使われ方が最近では多いんじゃないかな、まあ一般的なんじゃないかなというような印象ですけどね。そのケルト人というもっと広いカテゴリーがあって、その中のいわゆるね、あのローマが呼んでいたガリアって呼んでいた地域、フランスのあたりに住んでいる人たちのことをガリア人と呼んでいたと。ケルト自身はもっともっと広い地域に住んでいた、まあ、実際あのイギリスの方とかね、ブリテン島とかにも住んでたわけなんで、
まあ、これが多分有力なのかなと、まあ、この解釈をしていてそんなに間違いじゃないんじゃないかなっていう感じですかね。ケルト人はその前1500年頃からですね、そのヨーロッパの中央部のあたりからですね、まあ、フランスとドイツの間ぐらいからこう考古学的な痕跡がその前1500年頃から現れ始めてですね、もう前400年とか、まあ本当に今まさにこうローマ史をやってるところのあたりではですね、東は今のもうウクライナとかね、ルーマニアとかのあたりまでですね、西はもうスペインの中央部あたり、まあ北はね、さっき言った通りイギリスとかアイルランドまで含めた、まあ、広大な地域にもうそのケルト人は住んでいて、同じような文化を持つ人たちのことをざっくりケルト人と呼んでいたというようなイメージですね。まあ、この辺はもうね、スキタイとかと一緒ですよね、ギリシャの頃にやったね。まあ、別にね、そのスキタイもそうだったしケルトもそうなんですけど、その一つの王朝とか帝国だったわけではなく、無数の同じような文化を持つ部族が転々としていたという感じですよね。まず、それはもうガリアも一緒ですよ。ガリアはガリアで、ガリアの中のさらに細かい部族がいるみたいな感じですよ。だからまあ本当ケルトっていうと相当雑な括りなんです。ローマ人ギリシャ人から見て、なんかあの辺に住んでいるよくわからんやつみたいな感じなんですよ。だそういう意味ではガリアの方がまだやっぱ具体性があるわけですよね。実際に襲ってきたあいつらみたいなニュアンスがあると。古代でもケルトの中でもね、その部族が多数分かれていたことはもう確認していてですね、それぞれにこう名前をつけていたというか、まあ自称していたのをそういうふうに呼んだみたいな感じなんだと思うんですけど、それぞれね、ケルトの中のボイイ族とかね、パリシー族とかっていうふうに名前があるわけですよ、それぞれにね。でちなみにボイイ族っていうのはね、なんか後に東の方に逃げていってですね、今のチェコのですね、なんかボヘミア地方ってあるじゃないですか、ボヘミアンラブソティとかのボヘミアですよね。まあ、あのボヘミアは違うニュアンスがあるんですけど、ボヘミアの語源になった部族だそうですね。ボイ族。で、パリシー族はですね、フランスの方にいたんで、まあ、そのパリの語源になった部族だそうですね。はあ、いろいろあるのね。いや、そうなんですよ。語源シリーズ、これからもいろいろ出てくるんで。で、島に移り住んだね、ブリトン人ですね。まあ、ブリテン島の語源になると。まあ、ブリトン人は、まあ、その、なんとか族みたいな部族の名前ではないのかもしれないですけどね。ケルト人の中のブリトン人っていう人たちが、ブリテン島に渡っていったっていうか、その、ブリトン人が住んでるからブリテン島と呼んだわけですけど。ローマの人たちがね。うん。まあ、という感じです。はい。これが、ケルトですね。こんな説明でいいのかな？なんか文化とか実際の生活どうだったのかとか、なんかその辺はまた別にね、まあガリア遠征の頃なのか分かんないですけど、それはなんか別にやりたいなと思うんですけど、とりあえずざっくりこうガリアとケルトの違いみたいなことだけ説明したかったなというところですね。では前回私が間違えたゲルマン人は何なのか、まあ知ってる人の方が多いと思うんですけど、ざっくりしたイメージで言うと、まあガリア人とケルト人よりも北の方にいた人たちみたいな感じですね。カエサルのガリア遠征の頃にも、ね、ゲルマン人と戦って、ますからね。もう接敵してるわけですよ。もうガリアとこう接している地域にね、実際に住んでいたわけですよね。まあ、ゲルマン人っていうのもね、まあ、ケルトよりも広いんじゃねえかぐらいのもう広い概念なので、そのゲルマン人の中にアレマン人とかザクセン人とかアングル人とかフランク人とかランゴバルド人とかノルマン人とかバンダル人とかブルグント人とかゴート人とかね、もういっぱいね、いるわけですよ、部族がね。まあ実際もっとね、世界史やってると出てきますけどね。で、誰が どの部族がどこに王国作ったみたいな覚えさせられましたよね。あれ全部ゲルマン人っていう広すぎだろゲルマン人の解釈っていう、要は使ってる言葉が似てる人たちみたいなところでこうくくっていくわけですよね、そういう民族みたいな概念ってね。インドヨーロッパ語族の中のゲルマン人のアレマン人みたいな感じなわけですよ。ゲルマン人のくくりとケルト人のくくり、同じインドヨーロッパ語族なんだけど若干使ってる言葉違うよねみたいな感じでこう分かれていくわけですね。でそっからさらにこう分岐していって、アレマン人、ザクセン人、ゲルマンの方はそういう風に分かれていくわけですよ。ケルトの方はガリアだったりとか、
ブリトン人だったりとかに分かれていくわけですよ。ボーイ族だったりとか。もう何言ってるか分かんないけど、まあそんな感じです。はい。まあ生物の分類みたいなのに近いのかもしれないですよね。哺乳類のところがインドヨーロッパ語族みたいなね。で食肉目のところがゲルマン人、猫科のところがアレマン人みたいな。で実際にさらにその下とかもあると思う、猫科のライオンなのかトラなのかに分かれていくみたいなね。はい、そんな感じですかね。はい。でまあやがてそのゲルマン人はね、具体的にはゴート人、東ゴート人とか西ゴート人とかね、こう紀元後の375年ですね、ドナウ川を越えてくるわけです。ドナウ川とかですね、ローマ帝国の諸都市になだれ込んでくるんですね。世に言うゲルマン人の大移動がこの頃に始まるわけですね。各部族が王国を作り、それが今のヨーロッパの基礎を成していたりする。ここからもうそれぞれ国や地方の語源になってるシリーズです。全然覚えなくていいんですけど、へーぐらいに聞いていただければと思います。ゲルマン人はね、さっき言った通りくくりとしては大きすぎるんですけど、当然まあジャーマンなわけですよ。ゲルマンってね、まあだからジャーマニーの語源なわけですよ。まあドイツですよ。ゲルマンはイコールドイツと言っても過言ではない。いや過言みたいな、まあ、語源としてはってことですよ。まあ実際ゲルマン人がいた範囲も大体ドイツのあたりとかね、がメインだったこともあって、ドイツはジャーマンと呼ばれてるわけですよ。まあ、ドイツだけじゃないんですよ。北欧の方とかも、まあ、基本的には全部ですよ。ノルウェーとかスウェーデンとかデンマークとか、あの辺も全部そうなんですけど、ゲルマン人っていうくくりで言うとね。次アレマン人ですね。フランス語でドイツのことを呼ぶときはアレマーニュって呼ぶんですよ。まあ、アレマン人がいた土地みたいな意味です。まあ、そのゲルマン人の中のアレマン人がいた土地ですね。だからアレマンイコールドイツなんですよ。またドイツみたいな。そうそうそう、フランス人はアレマーニュと呼んでるということですね。はい、次ザクセン人ですね。これももともとドイツにいた人たちなんですけど、まあサクソン人とも言いますけど、これはまあその言語の違いとかね、響きの違いだけで、ザクセン人とサクソン人は一緒です。ザクセン、サクソンが、まあ、フィンランド語でですね、ドイツのことを呼ぶときはサクサなどと呼ばれるらしいんですね。なのでザクセンイコールドイツです。で全部ドイツじゃねえかみたいな。まあ中世の頃になるとね、まあ、ザクセン公国とかね、ザクセン選定公とかね、ザクセン絡みのね、こう名前がドイツで出てくるの、全部ザクセン人、サクソン人由来ということですね。まあ今もね、ドイツの南東部の方はザクセン州っていう名前になってますからね。だからザクセンもイコールドイツということですね。ゲルマン、アレマン、ザクセン、全部ドイツ。次アングル人ですね。これはね、イングランドの語源ですね。ああ、よかった。イングランドか、みたいな。あ、もうドイツじゃないんだ。まあまあ、これはなんか有名かなと思いますけどね。アングル人がね、まあ、アングル人が渡っていったんで、イングランドになったっていうね。そのアングル、イングルランドみたいなね。アングルランドがイングランドになったってことですね。まあ、これも民族大移動の時期にね、今のイギリス、ブリテン島に渡っていってですね、行った部族なわけですよ。まあ、これ、さっき言ってたザクセン人もですね、アングル人と同じような時期にですね、こうブリテン島に渡っていってるんですよ。でまあそのアングル人とサクソン人が混ざってアングロサクソンになるという感じなんですよね。そこだけなんかそういう呼び方するんだって感じしません？なんか俺昔から不思議だったんですけどね。なんかしかも一緒にこの時ジュート人っていうのもね、渡っていってるんですけどね、ジュート人の名前は無視するんだみたいな。アングロジュートサクソン人にしてやれよみたいな感じするんですけどね。よくわかんないですね。まあ、現代のファイブアイズとかね、全てアングロサクソンですからね。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドね。まあ、アングロサクソンにこの世界が牛耳られてるみたいなね、発想に至るのもまあ分からんではないかなっていう感じはしますけどね。ファイブアイズって機密情報共有みたいな、まあなんか軍事情報とかね、機密情報とかをお互いに共有しましょうねみたいなね、まあ国際的な枠組みの名前ですね、ファイブアイズってね。まあその5つのアングロサクソンの目がね、めっちゃ世界のことを見てるからねみたいな感じのニュアンスがあるわけですよ。まあ、ただ こういう時、現代的なアングロサクソンって言ってる時のこの響きと、この太古の時代のですね、アングロサクソンっていうのは、まあ多分意味合いが指してるものが違うというかですね、アングロサクソン国家みたいな意味で我々は今現代では使ってますけど、
個別具体的なアングロサクソンという民族を指して言ってはいないじゃないですか。実際アメリカにはいろんなね、民族の人が住んでたりするわけなんで、だからなんかこの辺もなんか難しいところですよね。まあさっき言ってたケルトとかもそうですよね。ケルトとかもね、現代的にはね、ケルトってちょっと違う意味合いが出てくるわけですよね。アイルランドに実際に住んでいる人とかね、そういうまあ近代国家を作る上でそのケルトという民族性みたいなのを自分たちのアイデンティティとして、アイルランドっていう国を作ったわけですよね、彼らはね。この本当に古代の時代のあの広い意味のケルト、未知の人たちみたいな意味は今はないわけですよ。具体的なケルト人という民族性みたいなのを持ってるということですね。まあいいや、次、はい。あ、そうそう、だからそのついでと言ったらあれなんですけど、でそのアングロサクソンがイギリスに来たので先住民であるブリトン人、そのケルト系の人たちですよね。ブリトン人ってさっき言ってた、そのブリトン人はアイルランドとかスコットランドとか、アイルランドとかね、スコットランドとかウェールズとかね、に逃げていくわけですよね。だからそう、アイルランド、スコットランド、ウェールズとかにはその未だに結構住んでるわけですよ。でスコットランドのサッカーチームのね、中村俊輔とかがいたね、セルティックとかも思いっきりケルトですからね、あの CELTIC でセルティックですから、読み方によってはケルティックなわけですよ。そう、あれはだからもうそのケルト人ということにアイデンティティを持っている証拠ですよね。逆にブリトン人が大陸に逃げてですね、フランスのブルターニュ地方に逃げてきたわけですよ。というかそのブリトン人が来たことによってブルターニュというふうに、あの地方を呼ぶようになったという感じですね。イギリスのまあ対岸というかまあ近くのこう半島ですよね、ブルターニュって。はい、まあそんな感じですかね。アングロサクソンがこうイギリスに行ったことによってケルト人、ブリトン人たちがこう各地にいろんなところにこう逃げていったおかげでこう今こういう感じになってますよみたいないうことですね。でここに語源も残ってますよってことですね。あとはもうまとめてザーッといくとですね、まあこれはもう当然なんですけど、フランク人はフランスの語源だし、ランゴバルド人というのもいるんですけど、イタリアのロンバルディアの語源ですね。あのミラノとかあの辺ですね、ロンバルディアって。ノルマン人はノルマンディの語源ですね。ノルマン人をこんなざっと流していいのかって感じますけど、まあまあまあね、それはいずれやるんで、ノルマン人はノルマン人でね。でバンダル人はこれもね、スペインのアンダルシアの語源だし、ブルグント人っていうのもいるんですけど、ブルゴーニュの語源ですね。フランスのブルゴーニュですね。ワインがうまそうなところ。でゴート人はゴシックの語源ですね。最後だけなんか雰囲気違うなみたいな。地名とかじゃねえんだっていう。そうなんですよ。ゴート人ね、ゲルマン民族大移動のきっかけとなるような、まあ、部族なんですけど、そのゴシック様式とかね、ゴシック建築とかね、ゴシック、まあ、ゴシックロリータみたいなね、それはちょっと違うかもしれないけど、ゴシックっていうのは、まあ、もともと、こう、野蛮なみたいな、そやなみたいな意味合いだったんだそうですよ。ゴート人のようなね、そのゲルマン的な奴らが、こう、野蛮な奴らが作った建築、ゴシック建築、みたいな使われ方だったらしいんですね。ここなんか外から見たこう別称みたいなニュアンスが若干あったらしいですよ。だからまあゴート人とは直接的には何の関係もないんですよ。今ではねゴシックに対してね野蛮なイメージもないですが、まあもともとはそんな感じだったよと。あのノートルダム大聖堂とかね、あのケルン大聖堂とかね、まあなんか有名な建築物がたくさんありますよね。ゴシック建築全然野蛮に見えないんですけどみたいな、荘厳にしか見えませんけどっていう感じですが、まあ実際ゲルマン人たちによって救われられたところが多かったんでしょうね。まあということでですね、最後無限語源トークみたいになっちゃいましたけど、ガリアとゲルマンはまあ全然違うんですよと。イメージ的にね、さっきも言ったけど、分類でいくとインドヨーロッパ語族の中のケルト人の中のガリア人みたいな感じと、インドヨーロッパ語族のゲルマン人のザクセン人みたいなね、雰囲気いいですよね。はい、結構これもね、違うっていうか多分異論みたいなのもあるかもしれないし、それ多分語源ちゃうでみたいなことも十分ありえるかなとは思うんですが、ざっくりしたイメージこんな感じかなというところで掴んでいただければなと思います。教科書よりは詳しいと思う、うん、はい、ローマに戻ります。前387年ローマ陥落
ガリア人によって。前回年号を出したのが前453年 の、 あのローマがギリシャに名分法を習いに行った頃だったんで、まあ、ギリシャでね、あの頃ペリクレス時代だったわけですよ。で、十二兵法を作ったりとかね、ウェイ攻めたりとか、してる間にですね、もう70年くらい経ってますっていう、ね、急に飛ばすようになってきたな。前387年はギリシャではどんな年か全然ローマ行かないのねって感じですが、まあギリシャね、どんな年だったかちょっと思い出してみると、あの泥沼のペロポネソス戦争が前404年まで続いていたわけですよ。もうペリクレス時代は終わってペロポネソス戦争がずっと続いていたわけですよね。あのスパルタのアルキダモス王の決起から、ペリクレス籠城作戦からのまさかの疫病が大流行してね、川なめし屋のクレヨンによるデマゴギーをに扇動されたりとか、アテネのアルキビアデスの裏切りでシチリア遠征失敗したりとかね、スパルタに天才帝徳のリュサンドロスが現れたりとかね、そしても艦隊決戦でリュサンドロスに負けてしまい、アテネはスパルタに下るしかなかったんですよね。しかしまあ勝利を収めたスパルタ調子に乗ってしまってですね、ペルシャにも手を出してしまうと。で、怒ったペルシャはアテネにね、アテネとコリントとテーベに金をばらまいてスパルタに対抗させるっていうね、そしてまたコリント戦争っていうのが勃発するっていう流れでしたよね。でも勝った勢いでね、あの贅沢を知ってしまった腹出てるスパルタがね、もう結局勝てなくてね、艦隊決戦でボロ負けしてスパルタがギリシャ諸国の目付け役にされちゃうみたいな。やっぱギリシャは政界権失った方が負けますよね。もうつくづくギリシャは海なんだなっていうのがよくわかるかなって感じがしますね。このコリント戦争の講和、大王の和訳が前386年なので、その1年前前387年ローマ陥落、ガリア人によってという時期なんですよ。この地図とか見てるとさ、イタリアの方とかね、バルバロイって書いてありますからね、バルバロイの住んでる地域ですみたいな、イルリアとかと一緒ですみたいな色分けになっちゃってますけどね。建国から366年目、共和制国家から122年目にして都は初めて敵の手に落ちた。命からがらローマ市内から逃げ出した者たちは、カミルスだ、カミルスを呼び戻そう、ローマを追い出したカミルスを。そう、カミルスが最後に残した言葉、我が民の暴音を食いさせたまえ、ローマが再びカミルスを必要とする時が訪れるように計らいたまえ。その時が来たんですね。カミルスは離散していたローマ兵を集め、軍を再編成しローマへ向かう。まあ、これローマが陥落したといっても、ローマに実際住んでいた人たちはそんなに多くはなかったと思うんですよね、この時点でね。ウェイの方にだいぶ移住しちゃってるはずなんで。その頃ローマに残ったローマ人はガリア人のリーダーのブレンヌスですね、ブレンヌスたちと交渉して、身の代金を渡せばもう撤収するよという約束を取り付けることに成功したんですよ。まあ、ブレンヌスたちもね、もうそこまでね、ローマに対してこだわりがあるわけじゃなくて、なんか失礼な無礼な態度を取ったっていうか、切り殺しちゃったから、交渉してる最中にローマ人がガリア人を切り殺しちゃダメでしょって、まあ、それはあかんやろ、やっちゃ分かっとるやろな、ということで攻めに来たわけですからね。別にローマを占領したいとかっていうわけじゃないんですよ。金さえもらえれば別にブレンヌスたちは帰ってもいいよという感じなわけですね。よかった、これでローマは解放される、金さえ渡せばいいんだな、金ならあるっつって必死に金を集めてですね、ブレンヌスたちに渡すわけですね。でブレンヌスはですね、おお、よくこんなに集めてな、よし、約束した金額になっているか、はかりで測ってみるか。でこうそのね、金っていうか黄金とかとこうはかりに乗せて測るわけですよ。おや、まだ足りないようだが、これではローマを解放することはできないな。そんなはずは、きっちり耳を揃えて持ってきました。いや、耳揃えたわけじゃないと思うけど、持ってきました。ちょっと待ってください、これはかりがおかしくないですか、はかりに細工してあるじゃないですか。ははははは、気づかれちまったか、ならしょうがない、歯医者に災いあれ。
言ってですね、ブレンヌスがそう言うと、もうまさにこう皆殺しにされそうなところにですね、バーンつってカミルス登場。ローマは金ではなく剣でお返しする、かっこよ。そしてブレンヌスたちガリア人を蹴散らし、カミルスがローマを奪還するっていうね、もう民衆歓喜、やったー、さすが俺たちのカミルスさーみたいな。ああ、なんと民衆の愚かなことか。ね、カミルス追い出しといてね、戻ってきて助けてくれたと思ったら喜ぶみたいなね。わかりやすいな。旧国の英雄カミルスによってローマは再建され、カミルスは第二のロムルスと言われるようになった。初代王様ロムルスですねと並び立つぐらいね、もうカミルスっていうのはもう偉大な人なわけですよ、ローマ人にとってはね。もうこのカミルスの名前だけでもね、もう今日は覚えて帰っていただければと思いますけどね。ここからちょっと本の引用なんですけど、本の引用じゃダメか、ローマにごめんなさい、工房の世界史 の、 地中海世界とローマ帝国っていう本ですねの引用です。一連のカミルス伝説はどこまでが事実であるか真偽のほどはわからない。だがローマがガリア人に征服され蹂躙されたことは疑いない。考古学調査からすれば、さらに30年もしないうちに都が復興したこともまた間違いない。祖国を蹂躙された悲しみに泣き、ローマ最高の喜びに酔いしれた。その記憶がカミルス伝説に結実したのであろう。ローマ人は敗北を忘れないのだ。はい、終わりです。まあ、だからカミルス伝説が本当かどうかは正直定かではないと。で、他の説ではですね、なんか普通に金渡して出てってもらった説もあってですね、まあそっちの方が有力らしいですね。まあ普通にこうブレンヌスたちも納得する金額を与えることができて、それによって帰っていったと。で、その後の復興で、まあ、カミルスが戻ってきたのは多分史実っぽくてですね、復興が大変だったからカミルスに戻ってきてもらったっていうね、説ですね。で、その奇跡的な復興を遂げたからこそカミルスは第二の建国者とされているみたいな捉え方も一方であるという感じですね。まあいずれにしてもね、その戦争で打ち破ったりしても、もう戻ってきて行政をちゃんと指揮してね、復興に至らしめるっていう行為だけでも、まあ第二の建国者と呼ばれてもおかしくないぐらいの実力者なんじゃないかなと思いますね、カミルスさん。はい、こうして辛くも生きながらへ復活したローマ。しかしローマの苦難は続く。外観が一段落ついたと思ったらまた内憂、またも平民と貴族の軋轢があらわになる。続きは次回。次はリキニウス・セクスティウス法とかね、その辺をやっていきたいなと思うんですが、まあそれだけじゃないですね、ローマはまだまだピンチ続きです。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。